ヤンマースタジアム長居ということなんですけれども、実は明日5月23日のサンフレッチェ広島戦がセレッソ大阪のヤンマースタジアム長居のホームゲームの一段落となるということで、今日はですねヤンマースタジアムの中をいろいろと歩きながら思い出を振り返っていきたいと思います。いろんな思い出がある、ちょっと感慨深いというか寂しい思いもありながら中に入っていきたいと思います。あの子から選手は出てくるんですよね。バスが到着して、じゃあまずはここからとね、これ選手の実際にあそこからバス到着して入ってきて、まずここでスタンバイをするという大事な気持ちを切り替えるためのロッカールームでございます。おお、すごい。ここで待っててくれたのは藤本浩太アンバサダー。こんにちは。これね、僕子供の頃ぐらいに出たやつなんですよ。触っていいのかな。いろんなドラマがあったヤンマースタジアム長居で藤本アンバサダーもいろんな戦いをしてきたと思うんですが、その中でヤンマースタジアム長居での思い出の試合1試合だけ選ぶとしたらどの試合ですか。僕が、当時キャプテンしてた2012年の大阪ダービー。少しずつですけど、あの歴史をこうちょっと動かしていくじゃないけど、ガンバとの歴史を動かしていくっていう意味で、僕はその試合かなと思いました。小田さん、はい、さあ次待っててくれたのはエルゴラストの記者小田さんでございます。小田です、よろしくお願いします。小田久さん、このヤンマースタジアム長居での思い出の試合1試合だけ選んでもらいたいと思いますけど、ちょっとね、2011年の広島戦、お前半0-3敗れて後半5点取って大逆転、バンさんがね、そう、後半から出てきたバンさんがヒットトリックする、はい、伝説の試合、はい、
に来て誰かいる？あ、おっとおった。お疲れ様です。これまた懐かしいユニフォームで。いやもう普段着ですか。いやおかしいおかしい。こういろいろ考えたんですよ。はい。なんかやっぱりね、こうずっと今眺めてやっぱ考えてるけど、うんうん、なんかちょっと今日みたいなこういう天気、はい、こう思い出すのこうやっぱどうしてもあそこの歴史っていうのはね、2000年にここで優勝しかけて、お、4万3000人ぐらいこうバーッと入った中で最終戦負けてやっぱ川崎フロンターレ戦、そこを語らなかったらいろんなところの次を語れないなと思って。次はスタンド行きますか。どうもーお待ちしてました。ズバリズバリこのユニフォームを着てる2013年の開幕戦のアルビレックス新潟戦、初めて J リーグの試合見たのがその試合で、めっちゃ覚えてるんですよね。
で一段落となると寂しいですよね。ここでこの場所で喋ってます。そんな中で僕が選んだ1試合は、2001年の柏レイソル戦でもなく、2005年の FC 東京戦でもなく、選んだのは2002年の11月にホームヤンマースタジアム長居で行われたアルビレックス新潟戦、この試合にしました。最後の最後、1位は大分トニータ、 J1 で、あと1枠をセレッソと新潟で争ってて、最後の最後43節で勝った方が J1 と言ってもいいぐらいの状態で勝ったことない新潟とここで戦ったんですよ。まあ、あの時にそのどんどん茶っていうのもできたし、その自分がやるべきこと、今の演出のスタジアム DJ の根底にある作り方、演出の仕方っていうのはあの時生まれたっていうのはたくさんあるので、まあ、自分としても2002年はとても思い入れが深い年でありました。皆さんこんにちは、お久しぶりです。香川真司です。まあ、長居での試合も、今回が最後ということで、思い出に残る、試合はたくさんあります。ヴィッセルとのドルトムントに移籍する前の試合であったり、そうですね、やっぱ森島さんの現役最後の試合、あの愛媛戦ですね、あの試合もすごく早く先に 3,4 点取って森島さんに少しでも長くプレーしてもらいたいなと思いながらプレーしてたけど、結局接戦になり森島さんのプレー時間がロスタイムしか取れなかったっていう、ちょっとそこは残念な苦い思い出なんですけど、まあその中で僕的にチョイスするとしたら、僕意外かもしれないですけど、どちらかというと負けた試合で、確か2008年ぐらいだと思うんですけど、湘南ベルバーレと長居でやって、まあ、それまで湘南と J2 で首位争いをしてて、昇格争いですね、すごく重要な試合ということで、本当みんな気合入ってたし、必ず勝たなきゃいけないっていう試合で、自分もすごくプレッシャーを感じてて、結果を残すんだって意気込んだ試合で、結局4対3か何かで負けて、あの試合は僕は振り返ると、鮮明に、思い起こせるというか、ということで僕はこの試合を、選ばせてもらいました。長居スタジアムで、セレッソがね、たくさんの歴史を刻んでいってくれることを、願ってます。それではさよなら。ぜひ皆さんの思い出に残る最高の試合、ゴール、シーン、選手など何でも OK です。投稿してください。方法はですね、ハッシュタグ大きにヤンマースタジアム長居、ハッシュタグ大きにヤンマースタジアム長居とつけて、ツイッターもしくはインスタグラムにて投稿してください。で、投稿したらですね、
なんと丸橋選手、キム・ジンヒョン選手、大久保嘉人選手、各3名ずつの写真入りオリジナル T シャツにその選手のサインを入れて3名、合計9名にプレゼントです。でですね、ボーボはなんと明日のサンフレッチェ広島戦の試合終了のホイッスルピッピーって鳴るまでが応募になっていますから、時間はたっぷりありますからね、今から悩んでぜひ応募していただきたいと思います。皆さんのエントリーお待ちしております。みんなで最高の試合にしてヤンマースタジアムに感謝を込めて情熱を持って次に進むために熱い試合にしましょう。では皆さん、明日スタジアム熱く応援してください。ヤンマースタジアム長井、大きにで待ってます。皆さん投稿してください。大きにヤンマースタジアム長井、ありがとうございます。A sustainable future. Myanmar.